番人気、7番フィシアマゾン、5番ウォッカ、6番人気です。2番エアグルーヴ、7番人気。ゆったりスタートです。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。サイレンス鈴鹿とスマートファルコン、この2人が競り合っているぞ。さあ期待に応えて、サイレンス鈴鹿逃げる逃げる、早くも先頭、早くも激しい競り合い。スマートファルコン外から行く、その後太陽マシン開いて、オグリキャップ2マシン離れて、8番エルコンドルパスター2マシン3マシン開いて、4番ウォッカその外並んで、エアグルーヴ外から行く、シアマゾン内から内から、1番エルコンドルパスター少し後ろから、5番ウォッカ意気揚々と先頭行きます。スマートファルコンどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一人気付けるといいですが、スマートファルコンまだリードをキープしています。続きました、サイレンス鈴鹿大欅を越え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。シアナと前を狙っていると、各自の娘一段となって団子状態の大混戦、お互いに競争し合っているようですね。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはスマートファルコン、行くよ大漫画栄光まで追いつく。シアマゾン込んでくる、シアマゾン追い込んでくる、シアマゾン見事なごぼう抜きを見せる、シアマゾン追い上げる、キャップを通過、フィッシュアマゾンすごい足が上がってきた、フィッシュアマゾンここで抜け出した、フィッシュアマゾン、しかし通過はわずか、お見事フィッシュアマゾン、100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。勝ったのはフィッシュアマゾン、ライバルに打ち勝ち見事大きな一勝を手にしました。2着スマートファルコン、3着に入ざっとこんなもんさ。